ドラフト6位で DeNA に入団したルーキーの井上選手なんですけれども、近い将来大ブレイクしそうな逸材ということですね。見ていきたいと思います。2023年ドラフトで6位指名を受けたのが井上健人選手ですね。福岡大学の出身で、大学時代もスラッガーとして活躍してプロ志望届を出したんですけれども、まずここで指名漏れとなってしまいます。そして2022年から独立リーグ徳島インディゴソックスでプレーするんですけれども、2022年はホームランを獲得して、そこでも、プロ志望届を出すんですけれども、2度目の指名漏れとなってしまいます。ホームランをこそ獲得していたんですけれども、打率としては2割4分6厘ということで、少しこの1年目は確実性に課題が出まして、それもあって指名漏れということになっています。そして昨年は67試合出場で打率が3割1分2厘、ホームラン14本、14盗塁の出塁率4割2分8厘、 OPS が998ということですね。2年連続でホームランを獲得するとともに、打率を中心にほぼ全ての成績をこう一気に上げることに成功して、四国の独立リーグの中では最強のバッターとして、なんとか3度目の正直ということで、ドラフト6位で DeNA が指名したという選手です。大学を出てから2年独立でプレーをしてからの入団になりますので、24歳、比較的オールドルーキーという部類に入る選手です。身長178センチで右投げ右打ち、体格的にも吉田正尚選手のような、そういったイメージの選手で、フォロースルーがかなり大きいフルスイングをすると、そんな選手です。この右の写真でも分かる通り、こういった形で背中を思いっきりこう反らしてフルスイングをしていくと、吉田選手にこう似ている部分っていうのは結構あります。178センチと身長としてはこうそんなに高くないんですけれども、比較的こうがっちりした体型で、そのあたりも吉田選手と重なる部分っていうのが結構ありますね。なのでプロでは、中長距離砲という感じですね。完全なホームランバッターというよりは、どちらかというとアベレージもある程度残して、ホームランもその中で打っていくと、そういったタイプの選手として期待がかかるかなという選手ですね。高校、大学、独立リーグと、主に外野を守ってきた選手です。そんな井上選手なんですけれども、プロ入りして2軍での成績がいきなりすごいことになっているということで、こちら見ていきたいと思います。ルーキーの井上選手の2軍成績ですけれども、ここまで55試合に出場して2割9分1厘、ホームランが7本、打点が37、8盗塁の3つ失敗、出塁率3割5分9厘、 OPS 816という成績残っています。独立リーグ時代も盗塁2桁決めていたんですけれども、この2軍のレベルでも、しっかりと8盗塁3つ失敗と、まずまず盗塁もできるぐらいの脚力があるということがわかります。そしてホームランも前半戦で7本出ていますから、やっぱりホームラン、長打を打つ力っていうのは、かなり優れたものを感じますね。プロレベルに入ってきても、しっかりとホームランを打つことができると。加えて打率としても3割近い数字をいきなり残していますし、オールドルーキーで独立リーグ出身の選手とはいえ、1年目の成績としては素晴らしいですね。2軍では外野全ポジション、レフト、ライトだけでなくセンターも守っていて、加えてサードとファースト、こうしたところを守っています。基本的にこのサードとファーストっていうのは経験がそんなにないという選手で、センターもそんなにこう主に守ってきたというわけではないので、やっぱりセンターではちょっとまだ動き不安な部分はありますけれども、意外とサードとファーストなんかもこう無難にこなしていて、全ポジション見てもこうそんなに守備が課題でなかなか試合に出れないとか、そういったタイプの選手ではないなっていう感じですね。守備率としてはやっぱり即席というか、そんなに経験がないサードではちょっと低めではあるんですけれども、動き自体は悪くなさそうなので、ここから全然上達していくんじゃないかなというふうに見えます。こうした2軍でのプレーなんかもありまして、1軍では、序盤はレフトなんかで出ていたんですけれども、ここ最近は宮崎選手がサードスタメンを外れるときに、この井上選手がサードに入るというケースが多くなっています。1軍の首脳陣としても2軍の首脳陣としても、井上選手のサード守備っていうところはまずまず評価しているからこそ、そんなに経験がないポジションでもサードで起用しているのかなっていう感じですよね。やっぱりいろんなポジションを守ることができれば、こうしてサードなんかも含めて1軍の試合に出れるケースっていうのも増えていきます。加えて三浦監督も結構キャンプの頃からこの井上選手スイングがいいというところ高く評価していまして、1軍でも結構重要な局面でこの井上選手が代打で送られるというケースもありました。そしてルーキーなので、結果を残したいというところ、もちろんあると思うんですけれども、それでもしっかりとボールを見て、際どいボールを見極めてフォアボールを選ぶとか、そういった打席っていうのも見られました。
ある程度こう足も使える選手で、なおかつこう守備もいろんなポジション器用に、まあ、ある程度守れて、まあ、加えてこう打率も高い数値残っていて、ホームランも打てると、走攻守3拍子揃った選手としてこう安定感のあるプレーっていうのが期待できそうなので、まあ、今はちょっと宮崎選手がいたり、まあ、佐野選手がいたり、まあ、ほとんどのこうポジションが埋まってしまっているような状況ではあるんですけれども、スタメン起用の数っていうのが少しずつ増えていくと、この井上選手も一気にブレイクしてくる可能性もあるのかなというふうに見ています。では続いてですね、この井上選手が持つ最強の強み、まあ、バッティングでの一番の強みっていうところを見ていきたいと思います。井上選手の一番の武器といえるのは、まあ、こちらのデータ見ると分かるんですけれども、まず昨年ですね、独立リーグで三振率が 15% という数値でした。そして出塁率から打率を引いた数値、まあ、これが1割1分6厘ということで、まあ、つまり打率に対して出塁率が1割1分も高いと、まあ、相当なこの乖離があります。そしてプロ入って2軍での成績を見ても三振率が 12% と非常に優秀な数値になっています。スラッガータイプの選手なんかは 30% ぐらいこう三振率記録するケースっていうのも、まあ、ちょこちょこ見られるんですけれども、井上選手は、まあ、三振率でいうとかなり少ないですね。まあ、そして2軍でも出塁率と打率の乖離が6割8分ぐらいありますので、まあ、2軍でもちょっとデッドボールが、まあ、すごく多いっていうのが、まあ、一つ気になるところではあるんですけれども、まあ、デッドボールも含めてフォアボールも含めて、まあ、しっかりとこうある程度塁に出る力はあるという選手ですね。まあ、そして1軍の数値で見ても三振率が 17%、出塁率と打率の乖離が7分1厘ということで、まあ、こちらもいい数字になっています。まあ、正直デッドボールでの出塁っていうのをどう評価するかっていうのは難しいところで、故障にもつながってしまいそうなので、まあ、デッドボールの数っていうのは、まあ、ちょっと不安な要素ではあるんですけれども、三振率も低くて出塁率が高い、まあ、こういった特徴がある選手ですから、やっぱり三浦監督としてもそんなにこう代打で出しても三振っていうのは少ないだろうということで、まあ、自信を持って重要な局面でこの井上選手を試すことができるという感じですね。まあ、このあたりの特徴っていうのはやっぱり吉田正尚選手に似ている部分があって、フルスイングをするタイプの選手で、ホームランも出るんだけれどもミート率も高いという選手です。まあ、そして2軍での成績を見ても、こう一時的に何試合かこう無安打の試合が続いてしまったとしても、そこから数試合でこうなんとか戻してくるというような安定感があって、スランプっていうのもこうそんなに長くは続かないタイプなのかなというふうに個人的には見ています。なので将来的には2割5分のホームラン30本40本というタイプではなく、打率3割のホームラン20本、まあ、こうした成績を記録するような打者として、まあ、打点をしっかりと稼いでいくと、まあ、そういった選手として期待したいですね。やっぱり宮崎選手も年齢的にももう結構年重ねてきていますし、宮崎選手の後釜のサードであったり、まあ、あとは両翼ですね、このあたりで将来的に起用していきたい選手です。後半戦や来年大ブレイクする可能性を秘めていると思いますので、注目していきたいと思います。以上です。